新居浜工業高等専門学校は愛媛県新居浜市にある日本の国立高等専門学校である。1962年に愛媛大学工学部の松山市移転後の跡地に設置された。国立高専の第1期校の一つである。略称は新居浜高専。本科1.23年生においては制服及び体操服が定められている。本科4年生からは 私服投稿が認められている。着発、ピアスは、本科1.23年生は原則禁止、本科4年生以降も控えるように通達されている。なお、現行の制服導入前の2016年度までは、本科3年生も私服投稿が認められていた。校内に学料が設けられており、かつては低学年を全寮制にしていたが、現在は低学年においても、 自宅からの通学が認められている。通学手段として自転車のほか、3年生以降は、原付、小型バイクでの校内乗り入れが認められている。また、先行火星の短用車での乗り入れも可能である。新居浜市外からの通学生は、予算線経由で、新居浜駅から自転車で通学する学生が多い。また、2013年10月より、正門前に瀬戸内バスのバス停。 新居浜高専前が新設され、新居浜駅方面及び新居浜市川東地区からバスでのアクセスが可能となった。多くの高専が採用しているセメスター制を導入している。校内にある、醤友会館には、売店と学生食堂が設けられており、昼休みになると学生や教職員で賑わう。売店、学食設置当時から2011年度まで長らく、 千鳥の愛称で親しまれていたが、2012年3月末で閉店。同年4月から西洋フードコンパスグループの運営に切り替わり、クローバーの愛称で運営されている。毎年11月には学校祭である国領祭がある。学生会や国領祭執行委員を中心に運営され、各クラスや部活動単位で模擬店が出店されるほか、商遊会館前に 野外ステージを設置し、メインイベント会場にしている。また、第一体育館にもステージを設営し、軽音楽部のメンバーによるライブハウスも設けられる。また、文化系部活主導で行われる公選、そこ時からも夏と春の年2回市内のホール等で模様されている。なお、創立からしばらくの間は修学旅行も実施されていたが、現在は行われていない。また、 体育祭も行われないが、年2回クラスマッチが実施されている。ありがとうございます。